二級ダムは、広島県呉市二級河川黒瀬川本流中流部に建設されたダムである。広島県と中国電力が共同管理を行う多目的ダムであり、高さ32メートルの重力式コンクリートダム。1942年に呉市と呉海軍交渉への浄水路及び電力供給を目的に、広島県日本発送電。 大日本帝国海軍が共同で行った河川総合開発事業の初期例である。長らく呉市の水源として機能していたが、黒瀬川の水質汚濁が原因で1997年に上水道目的が廃止された。広島県内では本城ダムに次いで歴史の古いた目的ダムである。高発電所、ダム下流砂岩にある。写真左奥は二級共有歩道の 吊り橋でありその直下に二級だけがある。物の部おさおによって提唱された火水統制計画案は内務省によって正式な事業として全国で展開されることとなったが各地方自治体においても独自の火水統制事業を行うようになった。中国地方ではすでに山口県が西木川火水統制事業として高密ダムを西木川本川に1941年に 完成させていた。この頃は、戦時体制が進展していたこともあって、軍事施設への電力、水道供給が重視され、全国で進んでいる加水統制事業は、本来の目的を恐れて陸海軍への要望に応える事業となりつつあった。呉海軍交渉を有する呉市においても、海軍交渉及び海軍基地への上水道供給が、 大日本帝国海軍によって強く要請され、これを受けた広島県は、呉市を貫流する黒瀬川の中流部、名称に急遽地点に、海軍用上水道供給の他、水力発電目的を兼ねた多目的ダムを建設することになった。事業は、広島県、日本海軍そして、電力事業を鑑賞する、日本発送電株式会社の3社による共同管理施設として、 戦争が激化しつつあった1942年に完成した。なお、保証交渉の経緯及びダム工事に関する資料全般については、空襲に伴い消失し内容は全く不明である。戦後 GHQ によって、旧日本軍施設はそのすべてを各自治体、または民間に払い避ける指令が出たことから、二級ダムの上水道事業及び本上ダムと三甲ダムは、 クレ水道局に移管された。また、電力再編成に伴って日本発送電が解散したことに伴い、高発電所による発電事業も中国電力に移管されて現在に至る。なお、現在は河川法第17条による県用工作物としての多目的ダムであり、黒瀬川二級ダム操作規定に基づきダム管理業務は中国電力が代行している。 二級ダムは、呉市水道局の文章では、県営二級貯水池と呼称されているほか、一般的に、黒瀬川、遠径、黒瀬川ダム、二級橋ダムなどとも呼ばれるが、いずれも正式名称ではない。なお、よく間違えられる、黒瀬ダムは、本河川の支流が柄川に存在する包み高30.0メートルの農業用アースダムで、全く別のダムである。 こちらは二級ダム竣工の40年以上後となる1987年に完成した二級ダム空撮以前は呉市の水亀であったこうした経緯から呉市水道局による呉市内への上水道用水の供給も行っていたが現在は休止しているこれにはダム上流の呉市豪原地区旧黒瀬町東広島市の宅地開発が進むにつれ これらの地域での下水道の整備が間に合わず水質が悪化。しばらくは消毒や浄水作業を強化して使用していたが、カルキ臭が強いなど、水道利用者からの苦情が相次ぎだ上、水質の悪化に浄水処理能力が追いつけなくなったため、やむなく浄水道用水としての利用を休止したという経緯がある。二級ダムの浄水道用水供給停止に伴い、二級ダムからの 水を受けて浄水作業を行っていた石内浄水場も1997年4月1日をもって業務を廃止別水源から水を受けている平原浄水場宮原浄水場に業務が移管されたなお旧石内浄水場は施設名を二級水源地と変更され用途を工業用水専用に変更して供給を行っている現在の暮市は 本庄ダムのほか大田川水系の温井ダムや遠く、長谷ダムからも浄水道用水を確保している。ダム下流は二級橋と呼ばれる渓谷がある。王傑の名所であり、遊歩道も整備されている。また、停滞天場が中国自然歩道の一部となっている。ありがとうございます。